テレビチャンネルテレビでございます。今日は写真プラスというねアプリがあるんですよね。それについてねお話ししたいと思います。パソコンは持ってないけどもスマホだけでね画像の編集とかねやってる方いらっしゃると思うんですよね。スマホだけでなんとか画像にね文字入れができたらいいなっていう方いらっしゃると思うんですよね。そこで、ね、便利なね写真プラスっていうねアプリがあるんですよね。それについてね今日はねざっくりとですがね話していきたいと思います。はい、ではパソコンの画面を見ていただきましょう。どうぞ。はい、ではやっていきましょう。これスマホの画面ですね。私のスマホでございますけども、 Android ですね。写真プラスっていうのはサイトはねどこにあるのかって言いますと、このプレイストアの中に入ってるんですよね。このプレイストアをタップします。そしてここに、写真プラスですね。写真プラスっていうの文字を入れてもいただきまして、検索をするとねここに写真プラスっていうのが出てくるんですよね。ここにね、ここですね。これをねインストールしてください。そしたらねこういう風なねアイコンが画面に出てくると思います。この写真プラスをタップします。そうするとこういう風に出てくるんですよね。ここの下の下にあるのはこれは広告ですからね、まあ、必要ないですからこれはあんまり触らないでいただきたいですね。この上の画面、これから上ですね。はい、ここに、まあ、書いてありますよね。新しい画像っていうのが書いてあります。ここをタップします。そうすると、このスマホの中に入っている画像一覧が出てくると思うんですよね。で、まあ、これに文字入れしたいなと思ったら、これをタップします。そうすると、こういうふうにね、出てくるんですね。これ縦で撮ったから縦になってます。もし横にしたい場合は、横で撮ってください。撮影する段階で横で撮っていただかないと、横になりません。もしこれを横にするとしたらね、メニューの中からね、画像の回転ってあるんですよね。これを回転すると、横になります。で、縦に撮ってるからね、横にしたら、もちろん、横向きになりますからね。これじゃあ、どうしようもないんですよ。だから、横向きの写真を、写真に文字を入れたかったら、撮影する段階で横向きに、スマホを横向きにして撮ってください。はい。これ縦向きで撮ったから縦なんですよね。これに文字入れするわけなんですよね。ここに書いてありますね。もう直感的にわかると思うんですよね。新しい文字。これをクリックします。これです。ここに文字を入力とありますね。ここに文字を入力するわけですよ。ね。例えば、写真プラス 123ABC ってここ書いてありますけども、これはデフォルトなんで、デフォルトでこの文字、こういうフォントの文字が入りますよっていう意味なんですよね。で、ここにね、
まあ、ADG って書いてありますよね。これは これタップするとね、ここをタップするといろんなものが出てくるんですね。国鉄っぽいフォントとか、優しいフォントとか、シネキャプションとか、フォントポニハンコ、ハンナリ明朝、タヌキ油性とか、いろいろ出てくるんですよ。もし、この後、たぬき油性文字みたいな字で書きたいなと思ったら、これを右側のダウンロードって書いてあります。これをダウンロードしてください。タップしてね。で、ダウンロード成功と出てきます。そしたら、ここに文字を書きます。例えば、つーつーじ、つつじが、さきました。こういうふうに入れますよね。これをもうちょっと太字にしたいなと思ったら、この B を押します。この文字を真ん中に入れたいなと思ったら、ここですね。斜めに入れたいなと思ったら、これを押せば斜めに文字がなります。もしこれで良ければ、OK を押します。で、ここに入るんですよね。で、ここをタップしたらね、下にいろんなものが出てきます。文字、色、回転、大きさ。ここじゃ大きさがちょっと足りないんで、この大きさをタップします。そしたら下に幅と高さが出てきます。幅を右にこう大きくすればね、大きくなるわけなんですけど、まず黒文字なんで見えづらいですよね。もう一回タップします。色が出てきます。色をクリックします。白色にしたいんで、白を長押しします。タップで長押しします。はい。じゃ、白になりましたね。これで OK なら OK。で、白になりました。で、この見えづらいですよね。だからもう一回これをタップして、文字の上でタップします。そうすると大きさがありますよね、ここに。この大きさをタップして小さくしていきます。ちょっと、あれですか。このプラスを押してもいいんですよ。マイナスとかね。こうタップしていけば小さくなるし、大きしたけば大きくなるし。ね。で、ここじゃ見えづらいんで、もう一回タップします。移動っていうのがですよね。あ、配置かな。あ、移動ですね。移動。これで、タップしながら右にずらしたりね。それから下にずらしたり。ね、できますよね。で、もっとしたいなと思ったら、これをもう一回タップしたら出てきます、これ。縦書きがいいなと思ったら、縦書きってありますよね、ここは。これをクリックします。縦書きになります。ここじゃまずいなと思ったら、もう一回タップして、移動。ここ、右側にずれていきますよね、ここタップすれば。まあ、ゆっくりしか動きませんけど。
まあ、こういう感じですか。文字の色を変えたかったら、ここの上をタップ、文字のとこをタップ、色赤がいいなと思ったら、あ、ピンクしときましょうか。ピンクがいいなと思ったら、ピンクを長押し話します。ピンクになりました。これでいいなら OK。 ピンクになりました。文字入れはこういう感覚でやってください。その他にね、この上を見たらわかるんですけど、アイテムってありますよね。アイテムタップしますと、ここに図形、それから吹き出しってありますよね。吹き出しをタップすると、こういうふうな吹き出しが出てくるんですよ。例えばこれをタップしますと、長押しですね、長押しで、縁がいるなら縁ありにタップして縁を入れます。そしてこれでいいならば、この OK ですね、右上、これを OK をクリックしますと、ここに入ります。でこれをまたタップして、移動ですね、移動。もうちょっと下がいいな。もうちょっと右側に。で、これ回転させます。もう一回タップします。回転っていうのがありますね、ここに。回転をさせます。で、これで移動できます。これをこうやったり。ね。まあ、花が話しているみたいに、鼻からこうやりましょうかね。で、この中に文字を入れるわけですよね。もう一回、新しい文字、これをクリックします。で、ここに、私、きれい、クエスチョン、みたいなのを書きますよね。これでいいならば OK です。で、ここにあります。ここをタップします。色を変えます。赤なら赤。ここに左側にスライダーありますよね。これをこう、下にタップで持ってくればいいんですよ。で、例えばここ辺の色だったら、ここをタップすれば赤になりますよね。これでいいなら OK。これをこう持ってきます。移動。これをこう持ってきます。ね。これを縦文字にします。縦書き。なりました。もう一回クリックして回転。右に回転します。もう一回タップします。移動させます。移動。ここ辺ですか。ね。これでよかったら何にもないところでクリック。この黒いとこですね。黒いとこをクリックすると確定されます。わかりますかね？もう文字量はこんな感じなんですけど、他にね、あるんですよ。ここに上に書いてありますけど。こうフィルターってあるんですね、ここにね。これをクリックしますと、はい、下を見ると
調整とフィルターとあるんですけど、フィルターをクリックするといろんな色にこう変えられますよ、こうね。わかりますか？これずっとあるんですよ、右側も左側もずっとね、いろんな色に変えられます。こういう色とかね、こういう色とか、セピア色ですか、これは。がこういうのもあります。回転がありますね、ここ、こういうの、これをここですかね、これをスライダーをずらしていくといろんな角度にね変えられます。はい。その他にもモノクロがあったりね、こういろんなものがあります。面白いでしょ。ちょっとここは、前の画面に戻りたいときはこの左矢印をタップすると戻ります。次フィルターで、ここの何ですか、これ調整ってありますよね。これをタップするとコントラストを強くしたりね、こう強くしたり、それから鮮やかにしてみたり、から色相ですか、色相を変えてみたりね、いろいろできるんですが、色相を変えるならばこれを変えられますよね、いろんなね。戻るボタンこれです。鮮やかさ、色相、これは何ですか、サイドですか。これをクリックするとサイドが濃くなっていきますね。ゼロに戻すならこれです。あ、前に戻すか、これはね、これが戻すね。これもしこれでよかったらば、これを決定なんですけど、さっきの文字に戻しましょうか。前に戻すはこっちですよ。これを押すと戻りますよね。で、もしこれでよかったらば、保存、これです。これを押します。また保存、はい、保存しましたって出ましたよね。これで画面を消していただいて、どこに保存しているかということですよね。これ終了しますよね。OK。どこに入っているかですよね。このギャラリー、これに入っているんですよね、多分。ね。これですよね。はい。面白いでしょ？よかったら皆さんやってください。まあ、ざっとでしたけどね、ご紹介しました。私もあんまりね、使い慣れてないんでね。まあ、やってればだんだんわかると思いますよ。はい。はい、そういうことで、今日は、写真プラスというね、面白いアプリを紹介しました。よかったら皆さんもやってください。参考になれば幸いでございます。では今日はこれでお別れします。さよなら。バイ。